ラモンディオヘネス・オルティズは、ドミニカ共和国出身の元プロ野球選手。1995年にカリフォルニア・エンゼルスと契約を結んだ。1999年にメジャーデビューした。2002年には15勝9敗、防御率3.77と活躍。この年のワールドシリーズに出場し、世界一を経験している。2003年には、キャリアハイの16勝を挙げた。 2004年12月14日にダスティン・モズリーとのトレードで新シテシキレッツへ移籍した。2005年オフに FA となった。ワシントン・ナショナルズ時代2006年にワシントン・ナショナルズと契約を結んだ。9月4日のセントルイス・カージナルス戦では8回終了時点までノーヒットノーランを記録。だが9回の先頭打者アーロン・マイルズにアンダーを打たれ、ノーヒットノーラン達成はならなかった。 オルティズはこの試合で、相手投手のホルヘソーサから本塁打を放っており、1962年のアール・ウィルソン、1971年のリック・ワイズに、続く史上3人目のノーヒットノーランと本塁打の、同一試合達成者になる可能性があった。2007年1月19日にミネソタツインズと1年310万ドルで、ヨハン・サンタナ、ブーフ・ボンサーに続く。 先発3番手として契約も結果を残すことができず5月下旬にはブルペン要員に回され、8月15日にはトレードでコロラドロッキーズへ移籍し10試合に登板。オリックスバファローズ時代2008年4月1日にオリックスバファローズと契約。ジェレミー・パウエルの二重契約問題があったため、即日支配下選手として公示された。 初登板となった5月2日の福岡ソフトバンクホークス戦で5回途中6失点と打ち込まれ5月17日の千葉ロッテマリーンズ戦では2回までの6点援護をもらいながらその裏に7失点個このように初登板からしばらくは調子が上がらなかったが5月29日の中日ドラゴンズ戦で5回1失点の高頭でようやく来日初勝利を挙げると そこから3連勝。以後も先発ローテーション入りを果たした。6月12日の横浜ベースターズ戦で先発を務めたが、試合前に神戸から大阪へ向かう際に電車を乗り違えるというハプニングを起こした。その後、駅員にレクチャーを受けながらも、1時間30分遅れてなんとか、京セラドーム大阪に到着した。なお、試合は6回途中1失点の高騰で、 三勝目を挙げている。五回を持たずに降板することが多く、途中に軍降格も味わった。最終的には4勝7敗、防御率5.82に終わり、シーズン終了後に退団。また、チームがクライマックスシリーズ第一ステージでの敗退が決まるや、いなや、10月13日に球団に無断で帰国していた。2009年2月10日、 サンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだが、この年はメジャー昇格はなかった。2010年は当初韓国プロ野球、トサンベアーズからのオファーがあったが、メジャーリーグで10年目のシーズンを迎えられれば生涯、年金を手にすることができるため拒否した。そのため、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングで結果を残し、3年ぶりに開幕メジャー入りを果たした。 2011年4月10日にシカゴカブスとマイナー契約を結び、7月5日にメジャーに昇格。2012年2月15日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだが3月26日に解雇され、4月4日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。11月3日に FA となった。2012年12月28日に トロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。2013年4月15日にトリプル A 級バッファロー・バアイソンズに合流した。4月23日にアーロン・ラフィーの枠を開けるためにリーフとなった。その後ウェーバーにかけられたが、25日に再びバッファローへ合流した。5月9日にメジャーに昇格し、5月15日サンフランシスコジャイアンツ戦に先発し、7回6安打。 一失点と高騰し、二年ぶりの勝利を手にした。また先発で七イニング以上投げたのは2007年以来となった。しかし、5月28日にシーズン二度目のディーフを受ける。今回もウェーバーの後、5月31日にバッファローへ合流した。しかし、1日後の6月1日にブランドン・モローが DL 入りしたためメジャーへ昇格。 翌2日のサンディエゴパドレス戦に先発するも、右肘を痛め3回途中で緊急降板。その後、15日間の DL 入りとなった。選手生命の危機かと心配されたが、MRI の結果、人体の損傷はなかった。検査後、60日間の DL に変更となり、そのままシーズンを終了した。10月31日に FA となった。2014年は、 メキシカンリーグのティファノブルズでプレー。2015年6月4日にキンタナロータイガースと契約。12月18日に自由契約となる。オフはドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー。NPB。ありがとうございます。